西鉄600系電車は、かつて西日本鉄道が所有していた、路面電車路線である、北九州線に在籍した電車。1950年から1953年にかけて製造され、北九州線が廃止になった2000年まで使用された。北九州線開業時から在籍し、老朽化が進んでいた、木製電車の置き換え用として導入された車両。新潟鉄工所。 川崎車両、近畿車両の3車によって製造が行われた。車体は炭鉱運転に対応した、両運転台式で、雨鳥が屋根状に設置された張り上げ屋根をはじめとする、66、軽電車で好評を博した、新車体のデザインが引き続き採用された。上高扉は両側面の車端部に2箇所設置され、車内の座席はロングシートであった。 製造メーカーによって台車が異なり、新潟鉄工所と川崎車両製車両の台車は、K10 系、近畿車両製車両は、軸箱指示機構に、ウィングバネを用いた、住友金属工業製の FS-51 型が使われた。主電動機は全車とも、東洋電気製造製の TDK-524 から 2C 型で、車体内側の車軸のみが駆動した。 610、616営業運転開始以降、600型は機器の交換、窓枠の変更など多岐にわたる改造、変更が実施された。1950年から製造が始まり、翌1951年から営業運転に使用された。1953年までに50両が導入され、北九州線に残存していた木造電車の大半が、 福岡市内線へと転属し、同線で使用されていた二軸車を置き換えた。利用客の急増に伴い1953年以降の新型車両は連接車となったが、1960年代以降の利用客減少により連接車の譲渡や廃車が相次いだ一方、ボギー車の600型はワンマン化改造を経て引き続き主力として活躍することとなり、 1985年10月20日に実施された第一次廃止でも4両が廃車となっただけであった。しかし、1992年10月25日の第二次廃止に伴い在籍車両の半数以上、冷房車を含んだ37両が一気に廃車となり、以降運用についたのは冷房化工事を受けた給料のみとなった。その後は632。 635が1998年に廃車となったため、北九州線自体が廃止となった2000年11月26日の時点で在籍していたのは7両であった。筑前三海駅構内に保存されていた頃の621北九州線廃止まで残存し、折尾初発黒崎駅前駅の最終列車に使用された621は、翌2001年に結成された北九州線。 車両保存会に引き渡された。2012年以降は、西鉄北方線で使用されていたとともにカシーカ園のレトロ電車パークへ移設され、共に生態保存されている。移設にあたり、車体上半分をベージュ、下半分をマルーンとした、急塗装が再現されているほか、機器についても北九州車両保存会によって整備が行われており、微東やワイパー、方向膜、 自動扉などが稼働可能となっている。また、同じく廃止まで残存していた611についても、廃止後に、京都郡神奈町にある幼稚園で生態保存され、2018年以降は、北九州線車両保存会による修復作業が実施されている。一方、車両自体が鉄道事業者へ譲渡された事例は存在しないが、台車や主要機器に関しては、 長崎電気機動線8 0 0型を始めた社の,の車両に流用されており、621の主電動機や空気、圧縮機も長崎電気機動への譲渡が行われている。ありがとうございます。